名古屋グランパス対浦和レッズ。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて北澤さん、今日は厳しい戦いが予想されるんですがいかがですか。はい、両チームともにねほぼ互角の力を持っているんですよね。面白い一戦になるでしょうね。今画面に映りましたが楢崎、本日のキャプテン。あと少しで試合が始まります。キックオフ、先に攻勢をかけてくるのはどちらのチームでしょうか。右にはたいた田中、ボールキープ力に長けている。さあ前で味方が待っています。これは長すぎました。チェック、ファールを取られます。フリーキックです。ここで受けた、細かいボールの奪い合い、シュート、サントス、原口、位置取りが甘い、左へ吉田、マギノム、いいワンタッチだ、うん、いいプレッシャーだ、いいマークでしょ。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。左へ通りました。いいでしょ。あっとクロスバーの上、しかしすごいシュートでしたね。惜しかったですね。チェック、また奪った、左へ送ります。追っていく、持ち上がっていく、チェック、ここは原口、サントス、原口、再びトゥーリオ、左へ、右に出して、さあ競っていく、さあ行けるか、うん、自分で行く、シュート、おっと来た、チェック、駆け上がる、惜しみなく走ります。チェックに行く、シュート、サントス、ディフェンダーとしてプレーします。左、右へ出した、大事なところ、固い守り、渡しません。下がったボールはトゥーリオ、逃げます、パスを選択、小川、追っていく、チェック、ここでファールがありました。ポンテ、さあ戻して、ちょっと合いません。頭で競り合う、
この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね、ちょっと奪われがちですよね。前半も15分が過ぎました。チェック、エジミウス小さく出した、アプローチする、追いかける、そしてここは小川チェックを受ける、ファールを取られました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。うっと決められない。さあ北澤さん、今のシュートなんですが、やや遠いところから打ってますね。いや、位置的にはちょっと苦しかったんでね、今のはちょっとどうなんでしょうね、難しいですよね。レッズ直接狙ってきましたが外しています。山口チェック、ミドルシュート、ダビ今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。いや、外れましたけどね、これが次のきっかけになるかもしれませんよ。ポンテキープ力を持っている、右行きましたね、ここから行った、おっと、本当いい反応ですね、いい動きです。小川、田中、そして中村、ボールを取ります。ディフェンスに合いました。そしてここは阿部スライディング、スローインです。こういった大きな展開いいですね。右へ回す、後ろからのマーク、エジミウス右へ出した、預ける、ここでリターン、大事なところ、決定機でした。組み立てる吉田、田中、ディフェンスの選手です。右サイド上がっていく、しかし追いかける、戻して、いいマークですね。前線に送られる、さあチャンスになった、ポンテ厳しいディフェンス、ここで奪い合う、前線へ、ここは阻まれました。チェック入れるか、まもなく前半も30分が経過します。壁を使います、前にいる一人で上がっていく、来ましたよ、中の動き素晴らしいですね。ミドルシュート、ここは精一杯クリアします。鈴木チェック、ここに鈴木チェックになります。原口パスをつないでいく、ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、少し対応遅れ出してますね。後ろからのマーク、右が上がっていく、チェックに行く、道ができましたよ、いいですね、これはゴールだ、グランパス先制、素晴らしいゴール、見事なキック、最後落ち着いて右足、いやー落ち着いてましたよね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。本当に思いっきりよく打ってきました、ペナルティーエリアの外、そうですね、チームの特徴として攻め方はいろいろあるんでしょうけどもね、あまり持ちすぎないで一発打っていくのもいいでしょうね。そうですね、これは嬉しいでしょうね。
さあレッズ先に点を許していますが、北澤さんいかがですか。そうですね、浦和としてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。前へゆっくり送ろうという場面です。再び奪い返した、チェックスライディング左へ、マギノグランパス、まだ攻めが続きます。チェックにあります。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。そうですね。しかし追いかける、スライディング、いとも簡単にボールを奪われてしまう。ここで受けた、おっと危ないところでファールです。今のプレーはノーカード、試合続行です。グランパス、壁がブロック、いい守りを見せました。競り合った、硬いアプローチする、身が上がっていく、抜けてくるか、抜けてきましたよ、っと行くか、いいディフェンスを見せます。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。前線です、見ていました、繋いで田中、このスルーパスはオフサイド、今のはどうやらオフサイド。さあ前半の40分を回りました。後ろへ流して、ここから坪井、ポンテ、中央へボールが出てきた、後ろからさらに行く、大きく狙った、レッズチャンスを逃しました。今のは決めたかったでしょうね。レッズ決定的にも見えましたが、同点のチャンスを逃しています。レッズ今のところ1点のビハインド、追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、奪ってから非常にスピードアップした形でね、ゴール前までのいい攻撃が目立ってますよ。チェックきついですよね。鈴木、ここでリターン、ここで奪い合う、素晴らしいディフェンス、チェック、田中、左アプローチする、このチャージを取られました。右、小川、左サイド上がってきます。ちょっときついですよね。いい形になった、ここへ抜けてくる、頭で合わせた、よく守ります、叩きます。玉田、中央からいった、チェックに行く、右に、ここで前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、はい、グランパス先制して前半を折り返せたわけなんですが、どうでしょうか。そうですね、本当にいい雰囲気で折り返せたと思いますね。名古屋としては今のところ予定通りといったところでしょうかね。なるほど、それではここまでの動きを振り返ります。前半18分、後半スタートです。グランパス、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がレッズ、さあ追い上げたい、これは通りませんでした。左へグランパス、ボールキープしています。
どう攻めるか。中も揃えましたよ。ヘッドパンチで跳ね返した。うん、揃えてますよね。ダビ、玉田、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。レッズドリブルで上がっていく。いくか。いい守りです。もう一度鈴木取り返した。阿部右へ出した。大きくすくった。チェック。ここでホイッスルがありました。阿部ここで主審に呼ばれている。阿部レフリーから注意を受けています。さあこの位置でのフリーキック、いいところでのフリーキックのチャンスです。これはクロスバーよりわずかに上。絶好の場面、もったいない。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。玉田、中村、後ろからチェック奪います。そこから田中アプローチ、吉田リターンを受けて阿部右へ回す。チェック、おっと打ってきた。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いいシュートでしたよ。ヘッドでの競り合い、右チェックに行きます。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。柔らかいボール、これ危険です。強い、いいところへ上げてきた。ヘッド、手で弾いた。さあコーナーキックのチャンスです。おっと足を痛めたようです。心配ですね。誰に行きますかね。さあどうか、入ってきた。チェック、よく守っている。グランパス、ベンチで誰かアップを始めているようです。チェック、ファールを取られました。ここで選手変わりますね。そうですね、変わりますね。軽く痛めてましたからね。無理して怪我をさせないようにということでしょう。このセットプレーはレッズボールになります。浦和としてはなかなか厳しいですね。細貝、さあ上げるか。さあ右へ出してきた。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。いいディフェンスだ。後半の15分に差し掛かりました。アプローチ、原口、バックパス、田中、いいプレッシャーだ。ボールはどうだ。直接行った。いやー北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。はい、ああいう形で前にグッと持ち出しますとね、チャンス生まれてきますよね。レッズ素晴らしい展開を見せました。対応です。スライディング、これはファール。再びここは注意を与えられます。フリーキックになります。ヘッド、うわっと惜しかった。グランパス外れはしましたが、ただいまの1本で今日のシュート数を13としています。おっと、さあ戻して、おお、さあ中から行きます。
よく守ります。早く折り返したいですよね。もうホイッスルだ。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。あっと、ここには誰もいません。壁を使う。チェック。いとも簡単にボールを奪われてしまう。ちょっと合いません。行くか。レッド2本目のコーナーになります。見せ場となる場面。さあ入れてきた。動いた。拾いましたね。一旦右へ渡ります。回して山口。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ミーカは横へ運ぶ。中には一人。さあ行けるか。かろうじてクリアしました。危ないところでした。鈴木バックパス。ちょっと攻めあぐんでいます。軽く出して左へ出した。田中左へ回す。大事なところ。これは通りません。このパスはオフサイド取られましたね。今のオフサイドシーンが出ました。ここで選手交代でしょうか。ショーみたいですね。まあ交代する選手についてなんですけど、こう見てますと結構下がり気味なところがあったんですよね。まあ振り回されすぎというか、そういったところかもしれませんね。まあそれだけ厳しく見られているということなんでしょうね。ここからいった。チェックに合います。左へ。まもなく後半の30分が経過します。そして山口。チェック。スライディング。届く。チェック。一旦左へ。ここはよく守りました。強い。流し込んだ。これを決められない。いやいいですね。今までで一番良かったんじゃないでしょうかね。そうですね。グランパス、いい攻めを見せてきました。左。さあ戻して、あっと取った。続く、これを防ぎました。パスを選択。右にチェック。エジミウス。梅崎前に送る。厳しいディフェンス。一旦預けます。右に送ります。落ち着いています。さあ前で味方が待っています。グランパス1対0でリード。しかしまだ1点差。レッド、また選手の入れ替えを行います。見ていてストーンが切れた感じするんですよね。本当に変えてきましたね。ミーカは さらに前線。左側チェック。ここは精一杯クリアします。ここはディフェンスされました。いいですね。うまくスペースを潰してましたよ。小さく回します。チェック。カットされます。
ここからの組み立てが大事です。バックパス左、野田、これは取られます。いいマークですよ。短く出します。阿部、細かくフェイント、柔らかいパス、いい守りです。クロスは真ん中へ入ってきましたが、ここは合いませんでした。40分になります。後半40分、スライディング左へ出した、挟まれる、ボールを奪います。右にさばいて、中村、新川、ディフェンス陣、ここから中村、あっと、このスルーパスはオフサイド。リプレイを見ていただきましょう。さあ、こういう大きな展開でしょ。レッズ、ボールを回します。ボールを取ります。胸で落としました。右へ出した、中来てるぞ、取っていく、このまま行ってしまいそうです。しかしこれは笛です。おっと、競り合います。アプローチ、ダビ、横へ運んでいきます。グランパス、攻撃の場面が多くなっています。行くか、ここで終了の笛が鳴りました。1対0、グランパス1対0で勝利、踏ん張りました。北澤さん、前半の1点で勝利が決まったわけなんですが、いかがでしたでしょうか。はい、後半に入ってから拮抗してましたよね。名古屋としてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。前半17分、ポンテ、セットプレーのチャンスからそのまま狙うというシーン。そうでしたね。めちゃくちゃスピードありましたよね。いや、驚きましたよ。入っていればスーパーゴールでしたね。そして本日の重要なシーン、前半31分、鎌田、いや、見事なミドルシュートを決めましたね。そうなんですよね。シュートに入る前のことなんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。それでは試合情報を軽く見てみましょう。グランパス、シュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。はい、前半の方でね、シュートに行く場面が多く見られましたよね。試合を終えてみますと、結果は1対0、グランパス見事試合をものにしています。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。